私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。長谷川京子、女性らしいラインを際立たせるアイテムを着こなす。長谷川京子、自身のランジェリーブランドから初のナイトウェアを発売。S バイは、慈愛をコンセプトに、ランジェリーからこだわることによって、女性が自由に自分を愛せるようになるきっかけになれば、という長谷川の思いから誕生。今回発表された第4弾コレクションでは、心地よい肌触りとシルエットにこだわったナイトウェアと、就寝時はもちろんリラックスしたい日中でも使用できるナイトブラレットが展開されている。女優の長谷川京子がプロデュースを手掛けるランジェリーブランド、S by が20日に同ブランド初となるナイトウェアコレクションを発売した。また、就寝中のバストを優しく支えてくれるカービングラインナイトブララットも展開。同ブランドを象徴する曲線が特徴的なカービングラインブラのカップを活かしながらノンワイヤーのリラクシングな一枚に。就寝中も安心できる適度なホールド力加え、透け感もあり圧迫感がなく、センシュアルなムードで着用できるデザインが印象的なアイテムに仕上がっている。公開されたビジュアルでは、しっとりとする水気を帯びたような素材のスムーズスキンナイトは、お色っぽくセクシーに着こなした長谷川が登場。まとうだけで女性らしい体の凹凸が自然と描かれ、谷間が絶妙に見え隠れする胸元の開きや、ヒップのラインを程よく演出してくれるこだわりのデザインとなっている。同コレクションについて長谷川は、日々忙しく過ごしてしまう私にとって、夜、自分と向き合う余裕や時間をあえて作り、自分自身に変えることがとても大切だと感じています。そしてその時間に、特別気持ちいいものに包まれると気分が安らいで、また明日に向かっていけるのではと思い、今回ナイトウェアとナイトブラレットを作らせていただきました、とコメント。アイテムについては、カラーは色に引っ張られないベーシックカラーを選び、一人でいる時間も満足な自分でいられるよう、ナイトウェアもナイトブラレットも女性の身体のラインが綺麗に見えるシルエットにこだわりました、とコメントしている。21日より期間限定で、ナイトウェアコレクションの発売に合わせ、関西では初となるポップアップストアを阪急梅田本店にて開催中。新アイテムをいち早く試せるほか、これまでに発表したコレクションも販売されている。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。